こんにちは、エスペランサ SC 背番号77番ゴールキーパーの橋本達也です。自分は、一昨年エスペランサに、シーズン途中から加入させていただいて、その年の9月に、左膝半月板を再断裂してしまって、で今年1年間リハビリに、時間を使わせてもらって、でその際に、2度復帰できるタイミングがあったんですけど、まあ、その度に、他の箇所に異常が出て復帰できるタイミングを失ってしまって、今月で1年2ヶ月で、なおかつ左膝のリハビリの最中に先月、右膝の半月板も損傷してしまい手術することになりました。自分が入院するにあたって、みんなでお金を集めてくれて、まあ、本当に言葉では表せないほど本当に感謝してます。熱くなかった？そんな熱くなかったです。いやー俺さっきのところは止まった。あらさんお願いします。ごめん空気をなんかしようかなと。ごめん調整してた。いやまあ自分はリーグ途中から入って拾ってもらって、そんな自分を本当にここは温かく迎え入れてくれて、で最終的に何も結果残せず、まあ、怪我っていう形でチーム離れることになって、本当に申し訳ないと思うし、本当に自分自身がすごい一番悔しい。怪我した時に、まあ、音が鳴って、まあ、終わったなって、しかもこれが2度目だから全く同じ現象だったから、もうやった瞬間に分かって、半年だなって、また半年かかるんだなって、辛さを知ってるからすごいしんどくて、帰ってからも入院する時も手術終わってからもすごい苦しくて、でもそんな時にエスペランサのみんなの動画見て、また連絡してくれる人もいたりして、本当に何度助けられたか、すごい本当ここのエスペランサはチームが家族のように温かく迎え入れてくれて本当に感謝してます。まあまた半年かかるってことはもう目に見えてることだし、まあ下向いてても本当に何も起こんないんで、まあ2度目っていうこともあってくっつくかくっつかないかも分かんないし、無事に手術は終わったけど、もう全治がどれぐらいかかるか復帰できるかも分かんない状況で、それでも前向いて分かんない中でリハビリをやんなきゃいけなくて、でも自分は本当に一人じゃないってことを感じて、こんなシーズン終わって普通のチームだったらもう契約解除してお金もかかる選手だし、まあ、正直言ったら本当にいらない存在だと思う。邪魔だし、ね、でもここは違くて本当に家族のように待ってるからって、オルテガ監督が待ってるからって言ってくれて本当に心強かったし救われました。手術終わってから何日か経って、まあ、やっと冷静になって帰ってこれる場所を待ってるチームメイト、待ってる人たちがいることって本当にありがたいなと思って、前に手術してやったチームとは本当に全然違って
だからこそもう一回復帰してチームのためにすごい貢献したいって思ってます。今シーズン1年間応援していただきありがとうございました。自分は、リハビリ中とあって今シーズン一度もピッチに立つことができませんでした。それでも自分はまだピッチに立つことを諦めていません。エスペランサの選手の一員として必ずピッチに立ちたいです。ピッチに立ってチームを勝利に貢献する働きをするまでが本当の復帰だと考えています。その目標を達成するまで僕は絶対に諦めません。強く賢くなって帰るべき場所に帰りたいと思います。必ずピッチに立つの、必ずピッチに立つので、背番号77番、橋本達也の応援、またチームの応援よろしくお願いいたします。Vamos, Esperanza!